はい、どうもゆうたです。8月に入ったというところで、皆さんお久しぶりです。ちょっと前に、シーズン終わってちょっとね、皆さんにちょっと相談動画みたいのをちょっと見てもらって、ちょっといろいろ反響がありましてね、ありがたいことに皆さんから、ご連絡アドバイスもらいまして、もう本当にね、 LINE もらったりとか、あの DM もらったり、それこそまあコメントいっぱいしてくれて、でまああとまあ一緒にお食事行ってちょっと聞いてもらったりとかね、でまあ大国であってとか、いや本当に何だろうな、あのもちろん面識ある人からもそうなんですけど、本当にもう全く初めての方だったりとか、もう本当にもう何十人と連絡をいただいて、もう本当に何だろうな、まず感謝の気持ちと、本当に周りに恵まれてるというか、まあ本当に連絡ねしていただいて本当に幸せだなと思ってます。でどういう風にしていくかをちょっとこの動画では、話していきたいと思います。ある程度ねやっぱ皆さんにアドバイスもらってどういう方向性でいくかっていうのがまあとりあえず自分の中でまとまったので、はい、ちょっとねどうやってうまくまとめてないんですけど、話を今どうやって話すかを、まあそうですね、まあ基本的に主にインプレッサの踏ん切りしてる方がいらっしゃいまして、主にまあその方のアドバイスがまあとりあえず基本に組み立てて、でそこで、まあ、あとは細かいのはこういろんな方のアドバイスもいただいてっていう感じで構成していこうかなとは思ってます。 VAB の方ね。でまず何から話そうか。まずフロントデフかな。フロントデフの話でいくと、実際にまあクスコの吊るしが入ってます。フロントは RS のね、ワンウェイの。で、まずですね、カム角を55にしようかなとは思ってます。でまあ主に早く立ち上げる、上がるっていう意味ですね。で、イニシャルの方は、一番弱く、できる限り弱くしようかなと思ってます。で、その理由についても、ハイイニシャルだと、やっぱ結局アンダーになってしまうんですよね。で、イニシャルってことは、常にその力がかかってるってことにはなるので、かかっててもかかりたい、踏んだ時にかかってほしいですよね。なのでまあ低イニシャルでいいんですよ。でマックスのそのもうカムが効いちゃえば多分関係ないと思うんで、だからやっぱ抵抗にもなっちゃうしアンダーになるんで、イニシャルはもう本当に弱くして、でカム角55にしようかなと思ってます。今吊るしが45なのでという感じです。でまあ LSD はそんな感じでいこうかなとは思ってます。でまあついでにね、ミッションオーバーホールとかクラッチも考えてたんですけど、まあミッションも結構結構ね、金額かさんじゃうんで、ちょっとまだ今シーズンに向けては分かんない。もう一シーズンぐらい伸ばそうかなとは思ってる。で、クラッチに関してもまだ残量があれば、そのままでいきたい。
で、ディスク、一回見て、あまりにも減ってると、ちょっと悩ましいんですけど、そこが、まあそうっすね。クラッチはそんな感じで、ミッションと、ちょっと、できれば、LSD だけで抑えたい。ちょっと金額的にもね。はい。で、あと、まあ、あとはもう、あれだ。あと、まず、ホイール変えます。ホイール、今 10J35 なんですけど、10.5 のやつで295入るやつ。もう買ってるんですけど、ちょっと、そこはお楽しみで、また、今度公開します。で、295引けます。で、できれば295-35行きたいっす。30だと、265-35現状より、まあ、外径が小さくなるので、要はまあ、なんだ、出てこなくなっちゃった。ギア比がショートになるのと一緒なので、ギア比、今だとね、どのコーナーも、ちょっとまあ、基本的に3速立ち上がりが主になんですけど、ちょっとインターセプトすぎるぐらいの、まあ、ちょっとあんまりターボ車的にあんま美味しいところを使えない立ち上がりの回転数になってるので、多分外径増えればすごくいいかなっていう。で、外径増えた方が、2部屋とかもレブリそうなんで、TC2000 で言うと。そういうところとか TC1000 も、真ん中区間のストレートも4速入れないといけないんですけど、そういうところとか、で、まあ、TC1000 で言うと1部屋も、ね、吹き切り、レブリそうになるんで、3速で。で、そういうところっすよね。は、結構、外径が、太くなると、そういうので稼げそうだし、まあちょっとボトムがもしかしたら上がるとね、車速も上がるんで、車速上がると、まあエンドのスピードも上がるとね、結局どうなんだっていうところあるかもしれないんですけど、はい。なんで、結局、ちょっとパワーを上げない分、グリップと軽量化に頼るしかないので、まあ265でっていうのが、本来は目標とか理想だったんですけど、まあ、あんまりにもタイム出なかったんで、もう295に頼ろうかなと思ってます。で、タイヤはまあ GS で行くか、芝タイヤの S で行くか、ちょっと悩んでるというか、まあ、結局、本当タイム出したいだけなんで、グリップする方がいいかなと思ってます。はい。で、あとは、あと話すと言ったら、まあ、アライメントと、まあ、あとは、車のセッティングというか、まあ、まあ、変える部品ですね。まず、ブッシュ類。ロアームのブッシュと、か、あとボルジョイントと、あとタイロットエンドとかの、あの、イケアのやつ。イケアフォーミュラーの、タイロットとエンドブーツのやつと、あれが上がるやつね。ロールセンターが上がるやつ。で、ボールジョイントのロアームのところと、あと、ロアームもピロにしようと思ってます。で、まあ、ピロって最初あんまりなんかどうかなとは思ってたんですけど、まあ、ウレタンブッシュとかでもいいかなと思ってたんですけど、結局、まあ、ピロの方が、ずれないし、その、イニシャルを決めやすいというか、その、基準値ですね。決めやすいっていうので、で、そこから、調整しやすいっていうのを、ずれにくいっていうのもあるので、ピロにしようかなと思ってます。そういう理由で。で、あと、
そのピロにするデメリットとしてデメリットっていうか、僕があんまりすぐなぜやんなかったかっていうのは、まあめんどくさいっていうのもあるんですけど、打ち替えなんで、結局ピロにすると、なんて言うんだろう、こっちが付け根だとして、こうやって動くじゃないですか、アームが。結局このアームの部分にサスがこう垂直についてるわけですよ。でサスってこうやって円を描いて回るわけじゃないので、ピロにすると逃げ場がなくなって、結局どこに負担が効くかっていうと、サスなんですよ、ダンパーなんですよね。ダンパーって曲がってないじゃないですか、まっすぐなんで。結局そっちの方に負担がいくので、まあそういう理由もあって、まあ避けてはいたんですけど、まあピローがいいかなとは今思ってるんで、うん。で、ピローで合わせて、で、あと、ボールジョイントとかね、ちょっと、まあ補正するっていう意味で、まあアライメントの変化の、まあ変化を少なくするっていう意味もあります。でその辺で、で結局アライメントも正直まだいいところ分かってないし、まあ結局正解がまだ分かってないんで、どういう風にするかも分かってはないので、まあなんともあれなんですけど、まあその辺は大きく変えずにとりあえず行こうとは思ってて、で、あとちょっと変えたいと思ってるのが、ピロアッパーの、結局今、車高調ハイキャスター仕様になってるんですよ。キャスター角ですね。ハイキャスターってまあ、皆さんご存知だと思うんですけど、キャスターがつけばつくほど安定志向になるんですよね、車って。よくアメリカンとか、ハーレーのあのフロントフォーク、キャスターもすごいついてるじゃないですか。あれと一緒で、結局安定性の方に行くんですね。で、ハイキャスターになると、アンダーになるんですよ、車って。で、今現状、イニシャルで、そのデフォルトで5度ついてる状態で、で、ハイキャスター聞くと7半ぐらいかな、行くんすよ。で、ハンドルを切って、曲がるとき。こっからはちょっとまあ、僕の個人の、まあ、考えというか、あれなんで、曲がるとき、ハンドルを切って、すごい、ハンドルの量を増やして曲がるときって低速じゃないですか。で、高速で曲がるときってハンドル切らないじゃないですか。まあ切るけど切らないじゃないですか。まあ、もちろん車の姿勢も、まあニュートラルになればゼロカウンター気味にもなるし、切る必要がないんで、低速でハンドルを切り込んだときにしか意味がないんですよね、結局。キャンバーがつくって。で、ハイキャスターにして直進安定性が欲しいわけでもないし、で、その、低速でハンドルを切った時にキャンバーが欲しいかって言われるといらないんですよ。だハイキャスターの意味がなくて、で、ハイキャスターを、アッパーの、あれを逆向きにつけると、ハイキャスターじゃなくて、ポジティブじゃなくてネガティブ方向行くんで、起きるんですよ、キャスターが。で、物理的にも考えても、てかそもそもですよ。FF 車は、キャスターつけないんですよ。アンダーなんで。で、FR はみんなハイキャスターになってますよね。純正で。もうすでに。メーカーがそうして作ってるんで、そういうことなんですよ。で、VAB に関しては、ものすごいアンダーな車だから、どんどんアンダーの方になってるんですよね、今。で結局それを今僕はちょっと今回の、いろんな方のお話とかを聞いて、ハイキャスターじゃなくて、もう立てる方向、戻していく方向にしようと思ってて、そうすることによって、まあ、アンダーも消える方向だし、
で、より、なんだろう、不安定になるというか、まあ、いい捉え方すると、まあ、クイックに、ハイキャスターにしてクイックにするっていう言い方もあるけど、そうじゃなくて根本的なその不安定さを求めるんであればハイキャスターじゃない方がいいんですよ。で、物理的に、ハイキャスターになってるのに対して、タイヤがなんだろうな、斜めに入力するのと、まっすぐのキャスターの状態でタイヤに入力するのって、絶対まっすぐキャスターが立ってる方向でタイヤ地面に、潰れる方向の方が絶対潰れると思うんすよね、物理的に考えてね。だからまずそこは結構大きな違いが出るかなと思ってて、で、そうだね、そこは結構大きいかなと思ってて、で、一応そのキャンバーの基準値イニシャルに関しては、今もともと5度なんですけど、そこは5度でいこうかなと思ってます。で、うん、ちょっと一回それで様子見てね、あまりにも大きく変えてもねあれなんで、で、2級後にもするし、まあ、そこに関してはそのままで、塔に関してもあんまり動かすと多分分かんなくなるんで、アライメントに関してはそのキャスターだけをいじる予定でいます。はい。で、キャンバーも変えずにね、という感じで一回ちょっと走ってみよう、みたいなという感じです。うん、そのぐらいかな。はい。で、あとあれだ、バネレートの話もしてなかったですね。で、一応ね、あと今シーズンはそのなんて言うんだろう、根拠を持った、どうしたらこうなるかっていうのを明確にこう意味を持ちながら交換、チューニング、まあ変更したいなと思ってるんですね。なんで一応そのなんて言うんだろうな、自動車工学に基づいたその根拠のある理由を持っていろいろセッティングしたいなと思ってて、もうそういう本も買ってるし、だ結局ね、スタビを取ったらどういう風になるのかとか、ちゃんと根拠を持ったね、で、バネを前を固くしたらどうなるかとか、リアを固くしたらどうなるかとか、車高も前後のバランスでどうなるかっていうのをもっと明確にしながら、しっかりと、まあ、根拠を持った変更をして確かめたいなと。まあ、なんだろうな、大体ね、みんなこうするとこうなるんだとかってね、あると思うんですけど、前下がりの車高にしたらどうなるかとかさ、ね、アンダー消えるとか、アンダー消えないとかあると思うんですけど、そのアンダーステアとかね、そういうのをしっかりと、まあ理由を持ったね、変更していきたいなと思ってて、で、まずそのアドバイスもらったのが、リアの、まあ、レバー比もあるんですけど、バネレート前後で言うと、前16なんですけど、16だと、リアを22キロにすると、まあ、どっちかというとオーバーステア方向にはなるみたいなんで、一応そういう、ちゃんとした明確な理由を持って変えたいと思ってて、なんでバネレートは今回まだわかんないですけど、フロント16、リア22にして、一回、まあ一発でね、セッティング決まんないと思うんで、うん。
そういう感じで一回セットして、まあちょっとね走ってみて、まあシェイクダウンですよね。まあそれでまあ本当は一回走ってみないとわかんないんで、ぶっちゃけいろいろね、なんだかんだ言って変更する部分多いので、ちょっと一回走ってみてっていう感じで思ってます。はい。で、そうで今1616なんですけど、それはもうアンダーみたいなんで、もうその物理的にね、はい、なんでそこを直すって意味で1622にしようと思ってます。うん。で、あとはまあそうだね、運転もまあそうだね、自動車のセッティング云々っていう前に、あのタイムにあの影響が出るのが大きいパーツってもうドライバー自身だとは思ってるんで、もちろんまだまだね、上達の途上ですんで、もっと上手くなると思ってるんですけど、セッティングが変わることによって、まあ、今までのドライビングが通用しない可能性もあるし、本当にだから一回走ってみないと何とも言えないんで、本当にただただちょっとシェイクダウンが楽しみだなっていう今気持ちではいるので、はい、うん、そのぐらいかな。他に話すことあったかな。まあそんな感じで一回ちょっと車を完成させようかなと思ってるんで、で、うん、なんか他にもいい話あった気もしなくもないけど、こんな感じかな。で、多分次の動画はあのハブベアリング前後ちょっと交換しようと思ってます。走行距離で言うとまだ6万キロは確か知ってないんですけど、まあ7年目8年目だし、まあかなりレーシングしてるんでね。で、あのハブのまあ直接ホイールとかこう触ってガタっていうのは出てないんですけど、なんせ車内がうるさすぎて、あのハブの音も聞こえないんですよね、ダメになってたとしても。はい。で、あとまあロングハブボルトにも打ち替えるんで、まあ新しいホイールもあるんで、ちょっとね、はい、そんな感じですかね。ちょっと久しぶりの動画でしたけど、いや本当にね、もう踏ん切りしたいって言ってどのぐらい経った？もう2年前ぐらいから言ってるよね。まさかな、0秒台も遠いなんて本当思ってなかったんで、いや今年は本当にちょっとねタイム出したいんで、ちょっとまた皆さんの応援よろしくお願いします。そしてちょっと皆さんの応援に期待とね応えられるような走りをちょっと見せていきたいなと思うんで、で、まあ、走りの動画もちょっとまあそのね、自動車工学に基づいたその物理的な本当根拠のある、変更というか理由を持ってちょっとやっていきたいので、よりなんだろうな、深くというかちょっと面白くどう車が変わっていくか走っていけたらなと思いますので、まあシーズンインは11月まあ12月ぐらいかなとは思ってるんで、ちょっとまだありますけど期間は、はい、そんな感じで、まあ、今シーズンに向けて準備して走りたいなと思ってるんで、
ぜひちょっと期待していただけるといいかなと思います。はい、という感じで久々の動画は以上になります。はい。